近所の人が集まってね、あの井戸端会議場でちょっとカレーを食べようかというような雰囲気に持っていきたいんです。もともと居酒屋でスタートしたもんですからね、それがこういう展開になってきて、今カレーが中心になってきてますよ。玉ねぎとそれから人参がメインなんですけど、それ以外にあと3種類の野菜を少しずつ入れて別々に炊き込んでるんですよ。それで後でミックスするというやり方なんです。余分な油が出ないもんでしつこくない。普通のね、パン粉じゃないんですよ。あの、うちで作ったパン粉なんですよ。木曽戸島さんのそうめんとうちのカレーをミックスして、ちょっと固めに茹でて